どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話まとめてね、紹介していきたいなと思います。今回もですね、ちょっとね長くなってしまうんですけども、目次つけておりますんでね、タイムラインで興味のあるやつだけちゃちゃっと見ていただければなぁなんていうふうに思いますので、ぜひねチェックしていただければなと思います。ということで早速ね内容に入っていきましょう。はい、ということで早速ね内容に入っていきたいなと思うんですけども、まずねマクドナルドホールディングスの株主優待がですね、残念ながら解約っていたうちになります。こちらね知ってる方ね多いと思うんですけども、マクドナルドの株ね100株から299株ね持っている方はこのね優待券っていうのがもらえるんですよね。こちら6枚通知で1冊もらえるわけなんですけども、保有株数によってね、これ非常にお得なんですよね。まあ知ってる方ね結構いると思いますし、この株主優待をね優待クロスみたいな感じで手数料だけ払ってね獲得するみたいな方もいらっしゃると思うんですけども、こちらね保有期間がですね、今後ね1年以上持ってないとこのね優待券がねもらえなくなるって言った形になります。こちらねいつだったかな、今週にね発表されたと思うんですけども、こういった感じでね保有期間ね1年以上のね条件がつきましたということで、こちらぜひ覚えておいていただきたいなと思います。それでは次ですね、三井住友カードピットタッチ年末年始キャンペーンということで、こちら三井住友カードからですね、初めて利用される方はもれなく合計金額の半額、上限700円キャッシュバック、利用したことある方はご利用金額の 20% キャッシュバックということで、お持ちのビザで乗れるお買い物と同じカードで電車もタッチ決済ということで、こちらね鉄道の利用のねキャンペーンが来ております。こちらね2023年の12月の23日から1月14日までということで、対象の交通機関にて対象のビザタッチ決済を利用していただくと、このね還元が利用することができるって言った形になります。で、対象のね鉄道なんですけども、南海鉄道、泉北高速鉄道、福岡市営地下鉄ということで、これねこういうキャンペーンで、ね、ビザのタッチ決済ね結構やってるんですけども、まあ、神奈川とかねこっちの方はねあんまり聞かないんでね、ぜひね全国的にやってほしいですよね。ぜひね鉄道会社ね利用される予定のある方はですね、ぜひねこちらエントリーは必要ないですよね、確かね。はい、そうですね、対象の交通機関にてビザタッチ決済だけでねこちら OK っていう風になりますんでね。で、対象のカードはビザタッチ決済利用可能な三井住友カード個人のクレジットカードが対象ということで、残念ながら対象外一覧にですね ANA のカードとか入っておりますんで、三井住友カードであっても、ANA のカードはね対象外っていう風になりますんで、まあナンバーレスとかね持っている方はぜひね利用してください。それでは次にセゾンカードですね。空港ラウンジサービス一部カードにおけるサービス改定についてということで、残念ながらですね、私も持っているね、このセゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードの年会費優遇型持っている方に関しては、国内空港ラウンジサービスについて2024年4月1日から以下の通りサービス利用条件を変更させていただきますということで、まあ今までね、このセゾンのゴールドアメリカンエクスプレスカードとかね、旧ウォルマートカードセゾンのセゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードとか、こちらのカードゴールドカードということで空港ラウンジはね入りたい放題っていう風になってたんですよね。もちろんクレジットカードラウンジっていう風になりますんで、飲み物とかしかね、まあ利用することができないんですけども、今まで無制限だったのが2024年の4月1日からですね年間2回までっていう風になるんですよね。かなり少ないですよね。一応ね本会員と家族会員ごとに2回までね利用することができるみたいなんですけども、同一利用日にして同一のラウンジを再入場する場合は利用カウント対象になりますということで、まあひとまずですね年間2回までっていうねかなり少ない回数にねこちらなってしまうっていう風になりますんで、この2つのカードね保有されている方はぜひね覚えておいていただきたいなーなんていう風に思います。では次ですね、こちらねそんなに使ってる方いらっしゃらないかもしれないですけども、アメックスのねコミックシーモア優待特典提供終了のお知らせということで、アメックスのグリーンカード、ゴールドカード、 ANA アメリカンエクスプレスカードのコミックシーモア優待特典は2024年1月31日にもって終了いたしますということで、こちらね利用されてた方ぜひ覚えておいてください。では次ですね、支払い方法変更でその場で最大5万円分の Amazon ギフトカードが当たるキャンペーンということで、こちら JCB カードからですね支払い方法変更でその場でAmazon ギフトカードがねもらえるキャンペーンが来ております。こちらね私もね先ほどやったんですけども外れました。
はい、マイ税 CB にて、支払い方法変更で、リボ払いの方にね変更していただくと、こういったね抽選ボタンが出て、こちら参加するとその場で抽選が受けられるっていう風になります。でこれね、支払い方法変更するだけで、ね、抽選に参加できるっていう風になりますんで、全然使ってない JCB カード、プロパカードある方はですね、こちらね、毎日抽選できますんで、ぜひね、当てていただければなぁなんていう風に思います。一応ね、毎日抽選できるみたいなんでね。はい、ぜひこちらはチェックしてください。ですけども、メインカードに JCB カードを利用されている方は、これね、やんないでくださいね。こちらね、リボ払いの、変更になりますんでね。この点は注意してください。それでは次に au pay カードのキャンペーンが来ております。こちらは au pay のクレジットカードですね。2人に1人必ず当たる最大10万ポイントということで、au pay のクレジットカードね、保有されている方はエントリーしていただいて10万以上ショッピングするだけで、100ポイントか1万ポイントか10万ポイント、どれかね、2人に1人必ず当たるっていう風になりますんで、メインカードで使ってる方、まあそんなに多くないかななんていう風に思うんですけども、もしメインカードでね利用されている方はエントリーねしといていただければなと思います。それでは次ですね、 PayPay なんですけども、 PayPay ってインターネットを繋がってなくてもですね、オフライン決済っていうのがね利用することができるんですよね。でこれがですね、2023年の12月18日よりですね、このオフライン決済モードね、今まで1回5000円までしか利用することができなかったんですけども、12月の18日以降は5万円までね利用することができるように変更になったっていう風になるんですよね。このペイペイね、インターネット繋がってなくてもね利用することができるということで、まあどういう仕組みになってるか全然よくわかんないですけども、これ非常に便利ですよね。やはりこのコード決済って電波がね不安定だと、まあ開けなかったり使えなかったりするわけなんですけども、まあペイペイの場合はね繋がってなくてもね決済できるっていう風になりますんでね、こちらもぜひ覚えておいてください。それでは次ですね、こちらね100万ポイント山分け、これ速攻ありますんでぜひねやっといてください。ポンタポイントの、ね、ID 持っている方はこの LINE 漫画にですね会員登録ね連携するだけで100万ポイント山分けでねもらえるっていう風になります。こちら概要欄に載せておきますんでね、ぜひこちら、ID 登録しといていただければ、ポイントね山分けでもらえるっていう風になりますんで、ぜひこちらはチェックしといてください。それでは次にですね、マリオットボンボイのね規約が一部変更になりました。ちょっとね不穏なね空気が漂う変更だったわけなんですけども、こちらですね、フェアフィールドバイマリオットのコペンハーゲンノルドハウンっていうねホテルなんですけども、このホテルがですね、マリオットボンボイっていうのはステータス特典で1ドルごとにね10ポイントもらえますよね。でこのねフェアフィールドだけがですね、なぜかね1ドルあたり5ポイントに変更になるんですよね。でまたですね、宿泊実績に関しても、このフェアフィールドっていうのは一泊でね1滞在もらえるわけなんですけども、このねフェアフィールドマリオとコペンハーゲンに関しては2泊で1宿泊実績に変更になるっていうのが規約にね記載されたっていた感じになるんですよね。これね非常に不安ですよね。今後もしかしたらね他のホテルにも適用になったりするのかな、ちょっとわかんないですけども、まあ、急にねこちら海外ブロガーの方が報じて私も確認したわけなんですけども、いやねびっくりですよね。フェアフィールドもしかしたらね、まあ道の駅プロジェクトとかでも、まあ、日本でもねかなり安い設定、まあ日本国内それでも高かったりするんですけども、まあ海外だとね修行の聖地とかになってるんですかね。まあそんなことはね、さすがに一つのホテルで規約変えるなんてことはしてこないと思うんですけども、一応ね、こういった話があったってことは頭入れといていただければなと思います。なんかね、解約の足音っていう感じがして嫌な感じがしますよね。では次に、こちらね、楽天ポイントからマリオットボンボポイントへの交換 10% 増量キャンペーンが12月の18日から1月の17日、やっております。まあこちらね、先日動画で話した通りですね、レート自体はね、全然良くないです。ですので、まあ最終手段にはなると思うんですけども、もしね、交換される方は今ね、交換しておいていただくと、楽天ポイントからマリオットボンボポイントですね、10% 増量していただけるっていう風になりますんで、まあ3万ポイントは本来マリオットボンボイポイント1万ポイントなんですけれども、キャンペーン期間中は3万ポイントが1万1000ポイントに交換することができるっていう風になりますんで、こちらもねぜひ覚えておいてください。それでは次にですね、 IHG ホテルなんですけども、イロベスターホテルグループと戦略的パートナーシップということで、
こちらですね、2021年にね、こちら発表されてるんですけれども、とうとうね、その内容が発表されましたということで、IHE とね、イベロスターホテルグループがですね、提携開始、これで、本格的にね、運用されるっていう風になるわけなんですけども、このイロベスターのプロパティですね、このね、IHE のね、リワード特典ということで、ダイヤモンドプラチナ会員の方は、アーリーチェックインとレイトチェックアウト午後2時まで利用することができて、客室のアップグレード、こちら空室状況によります。あと、ウェルカムチェックイン時のウェルカムエネンティプラチナ会員の方は、600IHE ポイントまたは補充5ドルのホテルクレジット、ダイヤモンド会員の方は、600IHE ポイントまたは20ドルのホテルクレジット、あと Wi-Fi 優先チェックイン、年間ラウンジメンバーシップ特典、メンバーは1人のゲストを利用することができますということで、まあこういったのがですね、このイロベスターホテルグループっていうのでも、利用することができるっていった形になります。で、このねイロベスターグループっていうのはですね、まあこういった感じでドミニカとかジャマイカ、メキシコとか、あとモンテネグロ、モロッコ、スペインとかね、まあここら辺で、利用することができるっていう風になりますんで、まあ IHE ねメインで利用されている方はぜひ覚えておいてください。まあ一応ね、この海外ブロガーの方曰くですね、このイロベスターグループで IHE ポイントのねポイント宿泊っていうのは、まああんまりお得じゃないみたいなんでね、この点も覚えておいてください。それでは次にですね、エアドゥのクレジットカードはですね、キャンペーンをね開始しております。こちら新規入会キャンペーンで最大500エアドゥポイントがもらえるキャンペーンが来ておりまして、またねこちら、10万以上利用していただくと1000エアドゥポイントがもらえる、またね期間中にエアドゥカード公式サイトで航空券購入していただくとさらに、500エアドゥポイントがねもらえるっていう風になっておりまして、この2と3のねキャンペーンなんですけども、こちらね、もうすでにね、持っている方も対象のね、キャンペーンっていう風になってるんですよね。ですので、このね、エアドゥカードを持っている方はですね、ぜひね、こちら、10倍以上利用していただくと1000エアドゥポイントね、もらえるっていう風になりますんで、これ、ポイントっていう名前ですけども、エアドゥのね、マイルっていう風になりますんで、このエアドゥのマイルっていうのはですね、こういった感じでね、エアドゥポイントはね、利用することができて、東京から札幌のローシーズンであれば、1400ポイントでね、利用することができます。まあ、これね、パッと見てね、先ほどのキャンペーンで、まあ、もらえるのは1000ポイントだったり、500ポイントだったりするんで、まあ、そこまでじゃんって思う方も多いと思うんですけども、先日ね、キャンペーンありましたけども、全路線250ポイントキャンペーンとかも以前ね、あったんですよね。これ今年あったキャンペーンなんですけども、12月の20日にね、こういったキャンペーンもありますんでね、これから新規入会してわざわざ狙うっていうのはね、そこまでしなくていいのかななんていうふうに思うんですけれども、このエアドゥポイントのねクラシックカードとかね持っている方に関しては、まあ結構いいんじゃないかななんていうふうに思いますので、ぜひチェックしてください。で、またですね、こちら日本経済新聞で報道されてるんですけども、エアドゥとねソラシドエアマイルね統合検討が2027年度にもということで、結構まだ先なんですけども、このねマイレージプログラムもね、まあ同じになるみたいですね。これどうなるかね、気になってる方かなり多いと思うんですけども、ソラシドエアはですね、今ね V ポイントから 200% で交換できますんで、これが統合されてどうなるのかっていうのはね、かなり注目点なんですけども、一応2027年度っていう風になりますんで、かなりね先にはなりますけども、こんな報道もねあることは覚えておいてください。それでは次にですね、アビオスのねいい出口になってくれると非常にありがたいんですけども、イベリア航空がですね、なんと東京への直行便を2024年に廃止しますっていうのを発表いたしました。確かこれ前に撮ってたんじゃなかったでしたっけ？違かったかな。まあちょっとそこは未確認なんですけども、10月の27日よりイベリア航空がマドリード成田国際空港間で週3の直行便を運航を開始しますということで、こちらね、2024年の10月の27日からね、東京とね、マドリードが直行便ね、飛ぶみたいですね。2023年10月の18日、イベリア航空は2024年10月の27日より、マドリードから、成田国際空港への直行便を再び運航する。やっぱそうですね。前にやっぱり飛んでましたよね。マドリード発は木、土、日、東京発は月、金、日、週3便となる。イベリア航空マドリードの東京直行便はスペインと日本を結ぶ唯一の直行便となるということで、このね、マドリード私ね、2月に行くんですよね。
はい。なんですけども、このスペインのマドリードって直行便通ってないんですよね。いやね、私の行くタイミングもね、来年だったらよかったんですけども、私はね、ちょっと父がね、どうしてもこのマドリードに行きたいということで、まあ、特典航空券で一緒に行くんですけども、いやね、私はね、乗り継ぎでしか行けないんですけども、来年だったらね、直行で行けたっていう感じですよね。で、本日よりイベリア航空マドリッド発東京行きの航空券をご希望のお客様は、iberia.com にて往復931ルーロからご購入いただけますということで、めちゃくちゃ高そうですね。はい。まあ、それはしょうがないと思うんですけども、まあ、こういった感じでね、はい、発表されておりますので、まあ、このイベリア航空ね、アビオス採用しておりますので、まあ、これがね、アビオスで発見できて、まあ、でも、ネイサーチャージはね、イベリア航空確かかかると思いますんで、多分高いと思うんですけどね。まあ、こういった感じでね、発表されておりますので、アビオスでね、お得に発見できればね、いいんですけどね。はい、こういった発表がございました。それでは次に ANA フェスタですね。まずね、こちら私はね、マシュマロが好きだっていうことで紹介させていただこうと思うんですけども、焼きマシュマロタルトスモアザベストチョコレート羽田 ANA フェスタ各店舗にて12月の27日新発売ということで、焼きマシュマロがですね、 ANA フェスタで購入することが12月の21日からできるようになりましたということで、こちらもね、ぜひ覚えておいてください。5個入りで1134円みたいですね。はい。めちゃくちゃ美味しそうですよね。はい。で、売ってるところはね、こちらになりますんで、気になる方はぜひチェックしてください。次にですね、ANA のエコノミークラスのカプセルトイになって登場ということで、これめちゃくちゃ可愛くないですか？こちらがですね、2023年12月の20日から、株式会社ブシロードクリエイティブのオリジナルカプセルトイブランド、タマーキューにより、全国のカプセルトイコーナーで ANA 国際線エコノミークラスの機内食フィアコレクション1が販売されて、またね、来年の1月、下旬にはですね、 ANA 国際線機内食フィギュアコレクション2も販売予定ということで、これ欲しい方ね、いらっしゃるんじゃないでしょうか。ぜひね、こちら、ガチャガチャ行くときにね、チェックしていただければなと思います。これ可愛いですよね。では次ですね、ANA キュン、とうとうね、今月発表がございました。大まかな発表だけね、あったんですけども、残念ながらですね、減額マイルキャンペーンスーパーセールは、今回なしっていう風になりますんで、このね、トラベラーズダイナミックパッケージのクーポンとかね、ここら辺も、まあ、一応ねあるみたいですので、まあ、気になる方はですね、29日にこちらチェックしていただければなと思います。いや、残念ながらね、今月はね、減額マイルキャンペーン来るかなーなんていう風に思ってたんですけども、スーパーセールも減額マイルキャンペーンもなしということで、残念ながらキュンできずということで、覚えておいてください。それでは次ですね、2024年春国内線航空券新情報をお届けということで、小児ディスカウントスタート、往復ディスカウントが便利にということで、小児ディスカウント運賃がスタートいたします。2024年2月1日より小児ディスカウントを導入します。各種運賃の 25% 相当をディスカウントした金額でお買い求めいただけるようになりますということで、で、導入日がですね、一応予定で2024年2月1日から搭乗が2024年3月31日ということで、今のね、この小児運賃プレミアム、小児運賃は2024年1月31日をもって終了するみたいですね。で、こちらがね、新たに始まるって言った形になります。まあ、25% 割引へね、乗れるようになるということで、こちらもね、往復もね、始まるみたいなんでね、ぜひこちらもお子様いらっしゃる方は覚えておいてください。それでは次ですね、非常にびっくりだったんですけども、こちらね、とうとうね、ANA のファーストクラスビジネスクラスのアメニティキットがね、新しくなりますということで、今グローブトロッターっていうね、ブランドの機内のね、ビジネスクラス、ファーストクラスのアメニティポーチだと思うんですけども、こちらですね、ティンガーっていうね、アメニティポーチにね、変更になるみたいですね。こちら英国国室なんだかな？あ、そうですね。英国国室御用達でね、認められてるね、ブランドみたいなんですよね。まあ、グローブトロッターもね、非常に良かったですけども、これもちょっとね、欲しいですよね。こちらがね、2024年1月上旬よりですね、国際線ファーストクラスビジネスクラスにて、まあ、提供開始になるっていう風になりますんで、まあ、今のね、グローブトロッターが、まあ、2024年1月中旬ぐらいでね、終わってしまうっていう風になりますんで、こちらね、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。またね、このファーストクラスのアメニティとかもね、ビジネスクラスのアメニティも、こちらもね、変更になるみたいですので、ぜひね、覚えておいてください。私ね、グローブトロッターのね、箱型、
のケース、はい、こんな形のねケースのやつね結構持ってるんですけども、ちょっと変わっちゃうのね寂しいですけどね、はい、こういった感じで発表がございましたんで、ぜひ覚えておいてください。それでは次にですね、 JAL で燃油サーチャージね発表がございました。こちらね、今がねこちらですね、非常に高いですよね。12月1日から1月31日発券分までは、日本からね北米路線とかね、オセアニア中東はね片道 4万7000円、請求されるわけなんですけども、2月1日以降のね発表がございまして、下がります、下がりますけども、まだ高いですね。東京から北米路線ね43,600円、こちら片道ですからね、往復だったらこの倍がかかるっていう風になるわけなんですけども、2月1日以降のね燃油サーチャージもね発表がございました。そんなに下がってないんでね、次の段階も多分下がると思うんですけども、まあ2月1日からですね、まあ下がるっていう風になりますんで、ぜひこちら覚えておいていただきたいなと思います。まあ JAL が下がったってことは、 ANA の方はねまだ発表ございませんけども、 ANA の方もね下がると思います。それでは次ですね、2024年の JAL カード会員限定初回搭乗フライオンポイントボーナスポイントキャンペーンということで、2024年もねこの JAL カード持ってる方は、エントリーしていただいて初回搭乗すると5000フライオンポイントねもらえるキャンペーン、来年も継続になります。まあ継続にはなるんですけども、もうね JGC にねこのフライオンポイントでねなることできなくなりますので、まあ JGC プレミアとかねダイヤモンド目指される方はね、あの利用しといた方がいいのかなっていうところなんですけども、一応ね来年も継続して行われるっていう風になりますんで、こちらも覚えておいてください。それでは次にですね、こちらプライオリティパスね年会費安いクレジットカードのまとめ、先日ね動画で紹介させていただきまして、同伴者料金ね、セゾンの同伴者料金が2200円から4400円に上がりましたよっていう話をねさせていただいたんですけども、私ねこのアポロステーションセゾンプラチナ、私はビジネスの方ね先日発行して、こちらね確認したところ、なんとですねアポロステーションとかねこちらに関しては2200円据え置きみたいですね。ちょっとこれね今後変わる可能性はねゼロではないっていう風にねデスクの方言ってたんですけども、こちらね1名2200円でね今後も利用することができるそうですので、多分この静岡銀行プラチナもねこっちになるんじゃないかなと思っておりますので、もしねこれ持ってる方いらっしゃいましたらですね、ぜひねあのコンシェルジュでね確認してみていただければなと思います。私もねこれ確認してこっちになるんですよねって言ったら、今のところね変更ございませんっていう回答でしたんでね、ぜひこちら、持ってる方はですね覚えておいてください。プロパーのねセゾンとかここら辺に関しては、このね4400円適用されますんでね。それでは次にですね、レボリュート、先日ねこちら動画にもしましたけども、外貨決済手数料がほぼかからないレボリュートカードなんですけども、こちらポイントインカムのね案件がちょっと前に出て一回終わったんですけども、またね再開しております。こちらダウンロードしていただいて10日以内に物理カード無料会員で OK なんでね、発行していただいて4回以上ですね、合計3000円以上を決済していただくと3440円ねもらえるっていう風になりますんで、こちらね現地でね無料会員でも月2万5000円まで無料で出金することができたり、銀行からね振り込んで利用していただくとですね 10% とか 5% とかね、まあそんなに大きい額ではないですけども、キャンペーンがね結構頻繁に行われるっていう風になりますんで、ぜひねこちら経由して発行していただければなと思います。はい、ということで今回ですねちょっと細かい話まとめてね紹介させていただきましたけども、今週もね非常にたくさんのねニュースがございまして、長い動画になってしまって本当にね申し訳ないです。最後までねご視聴いただいて本当にありがとうございます。で毎回言っておりますけども、公式サイトはね全部概要欄に載せておきますんで、気になるものございましたらぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。